で、ぜひとも、皆さんで見ていただきたいと思っております、VTR お願いします。浜田さん、お世話になってます。ドリアンの内海の嫁、千秋です。今回は浜田さんの番組でレギュラーをかけてのオーディションだと聞いています。あ、パパの応援メッセージとして手紙に書いてきたので読ませてください。何これ、マジ。ママちゃんと聞いて。芸人という職業ではいろいろと生活もきつい部分もあるので、バイトに行ってるよね。子供たちにはパパがバイトをしていることを隠してきましたが、そろそろ限界かもしれません。早く芸人という職業だけで稼いでほしいです。子供たちはパパが芸人であることが誇りであり大好きです。そして子供たちにはまだ隠していることがあるよね。番組の前説の仕事で帰ってきた時、たくさんのお弁当を持って帰ってきてくれるよね。どんな雨の中でもびしょ濡れになりながら、お弁当だけはしっかり濡れずに持って帰ってきてくれるんだよね。本当にありがとう。浜田さんの誕生日会に参加して残り物の T ボンステーキまで持ち帰ってきて、すごいやろこのお肉と言って自慢しているけど、子供たちは多分残り物を持って帰ってきていたことは知りません。家族やそして自分のために本当にスターになってもらいたいです。今回のオーディションは大きなチャンスです。浜田さん、会場の皆さん、どうかドリアンズのためによろしくお願いいたします。千秋。めちゃくちゃ泣いてるやん。はい、そうですね、えぐいぐらい泣いてますやん。いやいや、はい、まあ、お前は何で今やん。今ちゃうやん。そんかぶるにしても今ちゃうやん。絶対違う。おい、いや、まあ俺も浜田さんもね、千秋出すから20年やってきてマジでチャンスやと思ってますけど、こんな思ってるって思ってないんで僕も。そのね、Tボーンステーキ持って帰ったも知ってますもんね。まあでも、いや、お前何やねん。無理や、無理、何やねん、無理や、お前この空気分かるやろ。分かるやろって。いやでも本当にね、あのみんな、なんでお前も泣くんだよ。泣くなよ。感じてたんですよ、ちゃんと見てて。なんどうしたんや。眠たい。眠たい。いや、うちの顔。